何急におっさんに変わったけど。なんじゃ、ジロジロ見よって。わしの顔に何かついとるか。ええ、ついてます。ね、私いつまでこの格好なの？ねえ、私はいつまでこの格好なのでしょうか。見た目パレードスタイル。見た目。え？え？これ変わってないけど？え？待って、変わってないですけど？パレードスタイル。いや、待って。いや、待って。え？何？え？いやー、ちょっと待って。見た目はどうやって変えるんすかね、これ。え、怖い。永遠にこのまんま、私。ほら、この服を着とる限り、この音楽が流れ続けるよ。え、てか、街の中からかな、船。パレードの連中には最初は戸惑ったけど、街の各所らいろいろ手伝ってくれて、みんなすごく助かってるんだ。まあ、あれよね。男でやもんね。おかげでこの街の人たちも見違えるように明るくなった。彼らにはいくら感謝してもしきれないよ。お、それはよかった。お、ゴリアツ様とグレイグ様一行。もしは海に出られるんですか？でしたらくれぐれも気をつけてくださいね。ちょっと、勇者でやら私の名前が全く一行に含まれとんやけど。魔王ってか海にまで及んでいて、すでにいくつもの船が沈められたとか、なんとも恐ろしい話です。ちょっと海に出ようとしてる前にそういう、指出さないでくれる？街の踊り子、チョリちゃんが復活したらしい。誰？なんでもまた前みたいに夜の半分でダンスショーをやるんだってよ。あ、もしかして髪の毛もりもりの子？違うかな。最近は悲しいことばかりだったから、こんな風にワクワクするのも久々だぜ。これもパレードの連中のおかげかな。私はね、ここが故郷やった人がすごい気になっとんよね。この人かな。あら、ボスじゃない。知ってると思うけど、ここはお姉様の故郷、それでこの町よ。私たち、この町の笑顔を取り戻そうと、力の限り頑張ってるところなの。ぜひゆっくりしていてね。この人じゃないっぽいね。どうした？考え込んで。そこのパレードの人が町の見張りを手伝うと言うんだが、どう見ても強そうに見えないよ。本当に大丈夫だろうか。心配だな。まあでも今までね、旅してきた人やけん大丈夫なのでは。おや旅の方、どうか話を聞いてくれ。メラチャット地方にある会長の遊牧には悪魔の騎士という魔物がおっての。奴らは以前名のある騎士ちゃったが、魔物になったことで誇りを失い、悪さは働いているようなのじゃ。騎士の名を冠するのに騎士の片亀にも置けん。ここはガツンと懲らしめて、奴らの騎士としての誇りを取り戻さねば、問答させねば。そうじゃな。お主らならば、あの誇り高き連携技を使うことで、それも可能かもしれん。なあ、旅の方。旅の途中ですまんが、一つやってもらいたいことがあるんじゃ。わしの頼みを聞いておくれんか。ソルディコの町にいる老人に、誇りを失い魔物となった騎士に、騎士としての誇りを取り戻させるため、ガツンと懲らしめてほしいと頼まれた。でも、誇りを取り戻したけん、魔物から人間に戻るわけではないんやろ。一応受けておくけども。おお、引き受けてくれるとはありがたい。とある誇り高き連携技の名は、ナイトプライドというんじゃ。剣を使いこなす者が3人集まることで発動する技やぞ。この技を使って、会長の遊牧にいる悪魔の騎士を倒すんじゃ。ひょっとするとこれで悪魔の騎士も失われた騎士の誇りを取り戻せやもしれぬ。奴らをガツンと懲らしめてやってくれ。クエスト、騎士の誇りを取り戻せを引き受けました。お、なになに？夜になった。みんなめちゃくちゃ。あ、この子かと思ったけど違うんか。私を助けてくれたパレードの皆様、やっぱり刺激的で優秀な方々だわ。さすが救世主様。ま、感動しとるみたいで。お、なんかすごい好意的やね。よかったよかった。なんでも十数年前に町を出て行ったきり、行方知れずだったゴリアツ様が帰ってきて、ジエゴ様もお元気になったそうね。それにしてもジエゴ様のご子息がこのパレードの人たちのリーダーだなんて、とても信じられないわ。そうなんすよ。
今私の後ろにはついてきてねえな私だけやった。パレードの連中、悪い風に噂されたけど最高に愉快でいいやつらだったよ。ずっと悪く言ったのが申し訳ない気分さ。おお、手のひらめっちゃ狂うやねやっぱりみんな落ち込んでると嫌な方に解釈しちゃうんだな。本当はこんなに陽気な連中だってのによ。もうね、今度はそのいい方の噂を流してあげて浜辺の方でもパーティーやってるからそっちも覗いてみたら。ボスが来たらみんな喜ぶわよ。お、噂の踊り子、復活した踊り子ちゃんと一緒にってことかな。パーティー、浜辺ってここで会っとる？誰もおらんけど全く誰もおらんけど、え、パーティーとか行われとる本当にえ、誰もいなくね。夜だからってこと？それとも向こうの方なんかな。遠くからじゃ見えんとか。全くなん、あ、おったおった、これなんか思った以上にすごい小規模なパーティーやねあ、この子？なるほどなるほど。一度はもう二度と踊れないと思ったけれど、パレードの人たちのおかげで吹っ切れたの。今は踊るのがとっても楽しいわ。お、ならよかったよ。それにしてもどこで習ったのか、みんな踊りがとっても上手なの。私も負けていられないわ。それ踊りはあれか、シルビア直伝ってことか。まあボスも一緒に踊りたいの？ボスったら意外と積極的なのねいい、踊ってるけど踊っちゃってるけども、あ、子供が喜んどる、いいね。晴れのお姉さんたち、こんな風に踊れるなんてすごいや。お姉さんって表現してくれるんやね、よかったね君たち。ここにいる人たちはあれか、まだヒゲが生えてるわけではないけんヒゲが生えてる人もおるもんね、中に。さあ、それじゃあ出発していきますか。お、なんだ、うなだれてるけど。せっかくリゾートに来たのにもう帰らないといけないなんて。せめて帰る前に何かお土産が欲しいわ。すごい、なんかツンケンした感じの人やね。そうね、ソルティアの海岸の半辺にいる巨大なサンゴの姿をした桃から生えていた綺麗な桃色サンゴなんていいわね。うん、私決めました。あの綺麗な桃色サンゴが手に入るまで私絶対に帰りませんわわがままか。とほほ、参りました。そろそろ仕事で帰らないといけないのに、妻がまた無茶なわがままを。あれ召使いかなんかかと思った夫婦なのね。いつも仕事で忙しかったので迷惑をかけている妻のため、久しぶりに休みを取ってリゾートに来たんですが、帰る直前になってソルティアナ海岸にいるシーゴーレムから手に入る桃色サンゴがどうしても欲しいと突然言い出しましてね。ただいつも迷惑をかけている分、妻のためにできることはしようと思うんですが、シーゴーレムは強いものなんです。私、腕の方はからっきしためですので、お手数をおかけしますが、桃色サンゴを手に入れてきてもらえませんか。まあまあまあいいよ、はい。おお、本当ですか、ありがとうございます。シーゴーレムは目立つ色をしたものでして、ソルティアナ海岸の半辺にいるはずです。どうかシーゴーレムを倒し、桃色サンゴを手に入れてきてください。妻に気分よく帰ってもらうために。クエスト、妻は強いしを引き受けました。桃色サンゴ持ってないんかな、その前に。桃色サンゴあるとしたらここか。桃色サン、全くねえわ全くねえわ、びっくりするぐらいねえわ。うん、ないっすね。じゃあ拾ってくるわ。なに、犬だびっくり、バイバイ。ついてきてはくれないんすね桃色サンゴ、桃色サンゴ、シーゴーレムね。ソルティアの海岸でシーゴーレム、じゃこのすぐ近くってことよね。うん、オッケーオッケー。これじゃない、シーゴーレム。ほらどうするかもほらほら、さあどう。やったー、桃色サンゴゲット。よし、桃色サンゴを手に入れた。それってこの町の防御屋近くにいる旅行中の男性に届けてあげよう。届けます。
この幽閉されてる感ね、いいね。モンスター全部乗れるわけじゃないんやろ、別に。乗れるモンスター、乗れんモンスターおるよね。さすがにスライムには乗れんと思うし。なった。スライムナイトとかのやつやったらわかるけど。どうかシーゴーレムを倒し、桃色サンゴを手に入れてきてください。妻に気分よく帰ってもらうために。はい、渡します。アユナは桃色サンゴを渡した。おお、このサンゴはまさしくシーゴーレムの桃色サンゴ。手に入れていただき、ありがとうございます。これで妻の機嫌も晴れますし、ようやく家に帰ることができます。さて、溜まっていた仕事を。どうした？けれど、いつも仕事ばかりで家に帰れなかった私にも原因がありましたね。もう少し妻といる時間を増やしてみます。こういうのよく聞くけどさ、悪いのはさ、本人じゃなくって会社じゃね？この人が会社員かどうかわからんけど自宅でしおる自営業とかやったらこの人が悪いかもしれんけど。あゆならレシピブック獣の無知のレシピを受け取った。お、ありがとう。ビーストウィップ。仕事はもちろん大切ですが、それよりも大切なのはやはり家族ですよね。当たり前のことに気づかされました。やはりこうしてリゾートに来るのは貴重な発見ができていいものです。クエスト、妻は強しをクリアしました。それでこの街に残戦頼まれ、シーゴーレムを倒して手に入れた桃色サンゴを渡した。妻のわがままは寂しさの裏返しと分かった男性は家族の愛に気づいた。なんかさ、若い頃とか、定年までずっと仕事でやってきた男の人ってさ、定年して家に帰ってきたらなんか居場所がないみたいな感じになっとるよね。あなたがシーゴーレムから桃色サンゴを手に入れてくれたと聞きましたわ。いろいろとありがとうございました。でも本当はサンゴなんていいんです。私が我慢を言えば、もうちょっとだけここで夫と一緒に過ごせるでしょ。だからいろいろ無茶を言ったんですが、大切な時間を過ごしたからもう満足ですわ。迷惑をかけてしまってごめんなさいね。いやいや全然いいっすよ。いつまでも私はちょっとふざけたふざけた感じでおるけど、ふう、とりあえずシーゴーレムも退治できたし、シーゴーレム退治が目的ではなかったけどシーゴーレムから桃色サンゴもゲットできたし。いや、次はどこに向かえばいいの？とりあえず話聞く？すごい。あらあら、パレードのみんなったらすっかりとこの街に馴染んでるみたいね。この調子ならここはもう安心だわ。こうしてるうちにも魔王の手によって別の場所で笑顔が奪われてるかもしれない。そんなことは絶対に私が許さないわ。さあ、パレードのみんなのためにも魔王を倒して世界中の笑顔を取り戻すわよ。未来は私たちにかかってるんだから。この町に預けたパレードの連中は相変わらず元気が良いな。どれどれ、わしも一緒に踊ろうかの。あんな真顔で見よったのによし。最初パレードの連中には驚かされたが、よく働き多彩で何でもできる。やかましいところもあるが憎めない奴らだ。まああんだけ人数おったらね、いろんなことができる人たちが集まっとるやろ。彼らの心情、世界に笑顔を取り戻すとやらも、あらがしてたらめではなさそうだ。いつか本当に実現できるかもしれないな。待って、この街の中で話聞いたら、もう、世直しパレードの話しかしないわ。外に出てから話聞いた方がいいってことかな。次はどこに行けばよろしいのかしら。多少なりともヒントがね。さあ、教えてくれ。そうだな、ゴリアテ。いや、シルビアが旅に加わって少々やりづらさはあるが、大きな戦力となることは間違いないだろう。シルビアの船はそれでこの町を出て東の半辺に止めてあるんだったな。船を使って行ってない場所を訪れてみよう。そっかそっか、船のことをすっかり忘れよった今の素朴絵で船を使えば一気に行ける場所が広がるの。これで勇者老士の足跡をたどる旅も大きく前進じゃな。ほっほ、あゆなよ、ロウシ様が使ったという神の乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。そしてチリチリになった仲間を探しながら、もう一度聖地ラムダを訪ねるのじゃ。さすれば道は開かれるじゃろう。え、もうあとチリチリになった仲間は、4人？え？ 4 人？ん？そうでしたっけ？私なんかいろんなドラクエがごっちゃになってる可能性があるんやけど、魔法使いのあの姉妹は、このドラクエもうそこからなんやけど。
このドラクエやったよね。パレードのみんなとの別れは悲しいけれど、パパやそれでこのみんなと仲良くして街を活気づけてくれるに違いないわよね。こうしてるうちにも魔音天によって新たな悲しみが生まれているかもしれない。そんなことは絶対に私が許さないわ。さあエナちゃん、魔王を倒してみんなの笑顔を取り戻すわよ。未来は私たちにかかってるんだから。東、あった、あった、船。なるほどね。シーゴーレムとかがおったとこよりさらに右側ってことか。どこから降りればいいんだ。ほんとや、今見たらなんかピカピカ光りよるね。乗れますよーってなっとるね。ん？どの辺から降りられるのかしら。あっちか。ちょっと待って、マップを見ろ、私。あ、ここや、ここ。オッケーオッケー。まあ、あそこには一体必ずおるんかな、シーゴーレム。で、常になんか自分の背中のサンゴを狙ってくる冒険者を狙いよる感じ。まあ私には普通に返り討ちにされたけどね。この船ってことよね。めっちゃ離れてない？あ、これか。え、これ、え、これに乗ってあの豪華なやつに乗るんよね。知らないと無理よね。シルビア姉さんの船は足が完璧に準備しておいたらがす、どんな荒波にも負けないでげすよ。さあアイラの旦那、シルビア姉さんの船に乗って仲間探しのために出発するでげす。船に乗って出発するでがすか。はい、お願いします。いやー、アイラの旦那たちを乗せてこうしてまた船旅ができる日が来るなんて、航海士アリス感激の極みでげすよ。そういや旦那、こんな話知ってるでげす。バンデルフォン地方のネルセンの宿屋ってところに泊まるとみんながおなじみを見るんだとか。お、そこに行けってことやね。みんながおなじみを見るでしょ。そいつは気になるの。まずはそのネルセンの宿屋に行ってみるか。ネルセンの宿屋があるバンデルフォン地方はこっから船で東に進んだ先にあったな。ではエイラ、そちらに向かうとしよう。わかりづらいけど、こっち、ん、こっちか。灯台かな？綺麗。この辺の小島もなんか、降りられる場所があるっぽいけど。とりあえずは、そのバンデルフォン地方に行こう。はい、到着。え？もうちょっとで到着なんやけど。急激に天気が悪くなった。急に荒れてきよった。やっぱ急なんやね。おい、ゴリアテ、貴様の船、出場急にこれ式で沈んだりしないだろうな。これ式めっちゃ結構きつい気がするけど。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。シルビアが操作しよったんや。まあシルビアの船やし。え、でもアリスちゃんは匂う、匂うぞ、命の匂い。何、もう上陸する前にそういうのいいって。なんか来た、なんか来た、何、ダイオウイカ的な、クラーケン的な何か。あ、全然違う。あ、これあれやない、あの、何やった、あの、あれ、我が海底王国やっけ。あそこ破壊しに来とったやつやない。めっちゃあの、この海を滑るよ、あの何、バリアに頭突きしまくってきよったやつやない、こいつ。我が海を汚す雑魚。こんなでかかったんや。その命、魔王様のためもらい受け。マジで今から君と、あ、でも勝手、結局海底王国はなくなってしまったんかな。おんなれ化け物、直前まで一緒におったのに。わしをなめ腐りごって見ておれ。お、これはムービーで駆け抜けてくれる感じ。
そんなことはないか。戦闘突入する？なんだ、わしのグランドクロスが効かぬじゃと？どうなっておるんじゃ。ムービーでそんな苦戦されたら絶対倒せんできやん。魔王様より授かったレッドオーブの力を使え。もうストーリー上的にやられる相手かな。踏み飛ばした。我には効かぬわって言った。一応目では見とってよ。海の底に沈め。またしてもバラバラになるけど。おい、せっかく再会したのに。私だけあれかな、ネルセンの宿屋に着いた感じかな。すんごい急激に穏やかな場所。であれやろ、また一から仲間探し始まるとか、そういう。これは、これあれじゃない？予言者のやつやない？この話まだ来てなかったんやっけ？あれ絶対そうよね。はてな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 。あの魚人のやつって多分、予言者のおばちゃんじゃなかった？おばちゃん、お姉様。見た目綺麗やけんね。どれが本当の姿かわからんけど。あったあった、こういう話。ってことはこれはあれか、死にかけとるってこと？私死にかけってこと？生と死の狭間？めちゃくちゃ平和なこの世界。おっと、いきなり姿変わった。さっきまで魚人やったやん。なんじゃ、誰かと思えばお主か。近づいたら本当の姿になったんですけど。驚かんでもええ。ここは天国でも地獄でもない場所。安心するがよいぞ。別の次元ってことかな。もうごめんね、こういう格好してるけん、ちょっと、ね。何にも緊張感ないけど。これ、ボケっとしておらんで、お主も釣り糸を垂らすがええ。そこに釣り竿が置いてあるじゃろ。釣り竿。これ？釣り竿が立てかけられている。釣りをしますか？しましょう。おちん、大丈夫？何、急におっさんに変わったけど。なんじゃ、ジロジロ見よって。わしの顔に何かついとるか。ええ、ついてます。ついてますよ。わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。まあ、美人のお姉さんになっていただければ。ではこれならどうじゃ。ふっ。おう、ん、この姿もダメか。ならばこれでどうじゃ。でもなんか同年代の友達って感じじゃない？ほっ。死ぬ。あ、かわいいかわいい。あ、元の姿に戻った。これ本来の姿なんかな、ちゃんと。うん、わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。会ったことなかったんやっけ、主人公は。その人が思っとる姿に見えるってこと？いや、でもどんな姿、あん、おっさんには別に思ってないよね。ちゃんと認識したらこの姿に見えるってことかな。わしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。あの小さい子のイメージの時誰かあった？そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ん？気のせいか。誰か仲間の時に会わんかったっけ？あのホエミスライムだっけ？ところでどうじゃ？何か釣れたか？はい。嘘をつけ。どう見ても釣れとらんじゃないか。い、釣れたかなと。今はまだ。てか釣り糸めっちゃ長いね。その時でない。そんなもん？ということじゃろうて。釣れる時には釣れる。来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。うんうん、まあ、釣り小さい頃しかしたことないけんよくわからんけど。お主の仲間にも会ったことがある気がするの。
名前は確かカミュと言ったか。そか、もともとのっていうか、このこれがね、あの仲間と離れとる時のストーリーもあったけん、あれやけど、まあ、よい、前やりよったやつでは、この会話だけじゃわからんかったってことよね。あのカミュにホイミスライムの姿で会っとったっていうのが。待って、戻せよ私を。私を元の姿にも、元の姿？元の世界に戻せよ。ふぅ。とりあえず部屋に入ればいいんかな。どうも。ほれ、苦しゅうない。そこに座れ。はい。さて。ここに来たということは、何か道に迷っておるな。道に迷ってるっていうか、海に突き飛ばされたんすよね。ねけん、死にかけとんかなと思ったんやけど、そうではないの。うん。お主、勇者の力をなくしたと思っておるな。勇者の力っていうのは何？あのなんか紋章が光るやつ？残念だが、わしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。何でしょう？勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。じゃあとりあえず今のところ抑え込まれてるだけって感じかな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。最終的にまた魔王と対峙する時にはちゃんと力が発揮できるってことかな。そういえば、それまで復活できるのかな。お主今溺れかけとるんじゃっけ。ああ、やっぱ溺れとんやん、ま、死ぬよ。案ずるでない。早く大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命ない。こんなとこでのんびりしよる場合じゃないやん。早く意識を取り戻さんと。いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。どうなん今、荒波に揉まれる最中。世界を救え。ははてこぴんで。お、ちゃんと助けてくれとる。よかった。ああ、よかった。気がついたのね。もうなんか肉体を滅んでいくかと思ったよ。海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。あれってか、あの敵はどうなった？あの状況での救出は絶望的でのう。倒した？黒い海に飲み込まれて、もう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった。突然辺りが光に包まれて、お主が海の底から上がってきたのじゃ。お、じゃあ最終的にはあれか、預言者がなんか手を加えてくれたってことかな。わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り抜け、ここまで逃げおおせたってわけじゃ。あ、じゃあ倒したわけじゃないんや。なるほどね、逃げてきたんやね。どうかしたの？よく逃げれたね。さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と出会った？うんうん。まあ、気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、そこで一晩休もう。さあ、行きましょう。ネグセンの宿屋とは違うとこ？あの、デコピンされた瞬間に多分浮き上がってきたね、現実では。そういうことやね。なに、なんか文字浮かび上がってきた。読めんけど。勇気を胸に、イカズチを手に。ほう、R っぽい文字だけはわかるよ。なんか
真ん中の預言者からの言葉。どうしたんじゃ、ぼーっと海など眺めて。あれも勇者にしか見えてない。今は元気になることが先決じゃぞ。アイヌたちは船員の宿舎を借りて一晩泊まった。あ、どうもどうも、止めてもらって。おお、目覚めなすったか。あんた噂の化け物に襲われたんだってな。命が無事だったとは相当な強運の持ち主だよ。あのおぞましい化け物なら外界へと向かって泳いでいくのを見たぜ。海に出るならくれぐれも気をつけるんだな。そういや、北のネルセンの宿屋で奇妙な噂が流れてるみたいだぜ。もし興味があったら寄ってみるといいかもよ。ほうほう、北にあるんですね。宿から宿へと。どこでグッチー、あ、これか。もうどこ見ても壁って感じやった。永遠に出られんかと思ったよ。お、ガタイのいいお医者が。魚みたいな変な奴らを見たって噂が世界のいろんなところに出回ってるみたいだぜ。大地が落ちてから信じられないようなことがあちこちで起こっているようだな。一体この世界はどうなっちまったんだ。まあ、でも前に比べたら明るくはなったんかな。でもまあ曇っとるか。ネルセンの宿屋。よし、宿屋へ向かって。あれか、馬が使えるんやったよね。大事なものか。馬指のベル。よっしゃ、来たー。よっしゃ、来たーではいいんやけど、あ、よかった、通り抜けれる。ちょっと一瞬、もうすでに通れん場所なんじゃないかと思ってしまった。あれ？これはただの風車か。なんかちょっと行った場所に。あ、これかな？宿屋。ほうほう。どうも、ここがネルセンの宿屋ですか？あら、いらっしゃい。あんたもこの宿の噂を聞いて、ここにやってきた口だね。今、うちの宿に泊まると、みんな不思議な夢を見るんだよ。どんな夢か知りたいんなら、泊まっていってね。ほうほう、了解です。同じ内容の不思議な夢を宿泊者全員が見るって、なんか怪しいと思わないかい？もし怪奇現象とかだったら怖いな。その夢を見ると呪われるとか、やっぱ泊まるのやめない？なんかこの中に入って急激に。ほう。ここと、ここで、雰囲気が全然違うね。急激に静かになったけんびっくりしたよ。何が起きたかと思った。ここに来てよかったのは、この人が臆病者ってことが分かったことね。泊まるか泊まらないかはっきりしないのよ。お、女の人の方が強いパターン。ここも来たね。へい、そこのあんた。人生急いでもいいことはないぜ。たまには超天才吟遊詩人って評判の俺の歌声に目を傾けたりするくらいの余裕ってやつが必要だぜ。吟遊詩人っぽくない見た目やね。大抵なんかさ、この主人公みたいな感じじゃない？そんなことないかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回ネルセンの宿屋に、まあ、なんかね、ちょっと前に休んだばっかりやけど、まあ、夢を見るためにね、休んでいこう。